よしよし。おっと、危なっ。さあ、どうぞ、お立ち寄りください。いらっしゃい。何にいたしましょう。こんにちは。はい、いらっしゃい。またねえねえ、お兄ちゃん。おい、止まれ。ぶつかるとこやった。もうまだついてくるか。みんなええしなやで。今日は特別安いで。勉強させてもらいますで。よってかんと損やで。ここにあるもん全部邪魔やで。もう着物が。
お元気ですか？ちょっと寄っていいかね。
おい。
俺たちちょうど種銭が尽きちまってよ。いくらか金貸してくれねえか。心配すんのって、いつか倍にして返してやるからよ。倍返しだぜ。なあ、倍返しってどこにそんな保証があるんすか。保証だ、そんなもんはねえよ。さっさと金をよこせ。うわ、誰か助けてください。何の騒ぎだ。あいつら最近出入りしている鳥羽嵐の連中なんですが、ああやって客から無理やり大打ちの金を巻き上げてるんすよ。新選組さんのお力でなんとかなりませんかね。仕方ないな。分かった。 ありがとうございます。俺もちょうど種銭が尽きたところでよ。その金倍にしてやるから貸してくれねえか。なんだてめえは。うん、その羽織は新選組か。きゃ、新選組に用はねえ。うせろ。ならしょうがねえ。後で後悔することになるぜ。新選組といっても所詮は幕府の犬じゃねえか。調子に乗ってんじゃねえぞ。あかんで、はじめちゃん。独り占めはわしも混ぜてくれ。あ、誰だ。うん、お誰や。今新選組のことバカにしたやつはもう一遍言うてみろ。てめえら何者だ。名を名乗れ。新選組一番隊隊長、沖田総司や。同じく新選組三番隊隊長、斎藤はじめだ。新選組最強の1番隊と3番隊の隊長を敵に回すとは、ええ度胸やで。今すぐやってやるやないかい。はあ、沖田総司に斎藤はじめだと。いくらなんでもこの2人を相手にするのは無謀だ。お前らずらかるぞ。はい、待て。もっとぶん殴らせろ。アホらしい。わし帰るわ。あの、ありがとうございました。鳥羽に通うなら、ああいう輩には気をつけた方がいい。それじゃあな、幸運を祈ってるぜ。
ぶつかるとこやいらっしゃいませほっほう いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。何？はい。いや。ああ。お立ち寄りください。
よろしゅう頼みます。今度は映画の吉原まで。目障り。ちょっと寄っていきませんか。気ぃつけろや。どうもお気に。ええ。金さんが残ってるやなんて滅多にないことです。行きませろ。すぐそこです。また来てくれたんですね。嬉しい。元気にされてました？かなり調子がいいな。そうですか。なら今日もいっぱい楽しめますね。ああ、
そうだな。そうだ、お酒でも飲みましょう。お客さん、今日はどれくらい飲まれます？ひとまず軽くでいい。わかりました、準備します。うまいな。まだまだいけそうだ。そうだ、どうです、また飲み比べでも。お前も好きだな。手加減はしないぞ。望むところです。いただくとしよう。いい飲みっぷり。無理はするなよ。いただきます。やるな。さ、お客さんの番ですよ。いただくとしよう。お酒強いな。まだ飲めるか。まだいけますよ。やるな。さ、お客さんの番ですよ。寄ってきたか。いい飲みっぷり。これ、お前の番だぜ。いただきます。もうダメ、悔しい。うまい酒だったぜ。俺の勝ちだな。どうだ、少し飲みすぎたんじゃないのか。酔っ払って気分が高揚してきました。 おいおい、平気か。よし、じゃんけん勝負しましょう。負けた方が服を脱ぐで、どうです。ああ、俺は構わんが。全部脱がしちゃいますよ。初回天国地獄見えた。チージャハイ。お強いですね。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めます初回天国地獄集中。チージャハイ。困りました、恥ずかしい。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めます初回天国地獄心の目で見る。どっちじゃはい。あら、脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めます初回天国地獄どっちじゃはい。勝った。これはまずい。脱ぐか脱がせるか、平
やったー脱ぐか脱がせるか平等に公平に決めましょうかい天国地獄どっちじゃはい勝ったバカなこれはまずい脱ぐか脱がせるか平等に公平に決めましょうかい天国地獄どっちじゃはいやったしょ天国地獄どっちじゃはい困りました恥ずかしい脱ぐか脱がせるか平等に公平に決めましょかい天国地獄どっちじゃはい決めましょかい約束は守ってもらいますよこれはまずいこの屈辱忘れはしない。くっそ、心が折れたぜ。今日はこれで切り上げるか。今日は大きに。また来てくださいね。また来てくれたんですね嬉しい元気にされてましたまあ、ぼちぼちだ無理はしないでくださいねお体とお命が一番大事ですよああ、分かっているそうだ、お酒でも飲みましょうお客さん今日はどれくらい飲まれます？ひとまず軽くでいい。わかりました。準備します。うまいな。まだまだいけそうだ。そうだ。どうです？また飲み比べでも。お前も好きだな。手加減はしないぞ。望むところです。いただくとしよう。いい飲みっぷり。まだ飲めるか。いただきます。おいしいお酒でした。やるな。さあ、お客さんの番ですよ。いただくとしよう。お酒強いな。無理はするなよ。酔ってきたかも。まだ行けますよ。やるな。さあ、お客さんの番ですよ。酔ってきたか。いただきます。もうダメ。私の負けです。うまい酒だったぜ。ふん。俺の勝ちだな。どうだ？少し飲みすぎたんじゃないのか。
酔っ払って気分が高揚してきました。 おいおい平気か。よし、またじゃんけん勝負しましょう。負けた方が服を脱ぐ。いいですよね。よし、相手になろう。全部脱がしちゃいますよ。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄、心の目で見る。チージャハイ、やりました。バカな。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄どっちじゃハイ、決めましょうかい。やったしょかい。天国地獄どっちじゃはい、よよいのよい。困りました。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょかい。天国地獄どっちじゃはい。勝った。バカな、これはまずい。初回天国地獄どっちじゃはい、やりました。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょかい。天国地獄、見えた。どっちじゃはい。よっしゃ、お強いですね。恥ずかしい。初回天国地獄、心の目で見る。どっちじゃはい。よっしゃ。あら、脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょかい。天国地獄どっちじゃはい。よっしゃ、お強いですね。恥ずかしい。脱ぐか脱がせるか、決めましょかい。天国地獄どっちじゃはい。約束は守ってもらいますよ。バカな、この屈辱。くっそ、今日は大きに。また来てくださいね。また来てくれたんですね。嬉しい。元気にされてました？ま、ぼちぼちだ。無理はしないでくださいね。お体とお命が一番大事ですよ。ああ、分かっている。そうだ、お酒でも飲みましょう。お客さん、今日はどれくらい飲まれます？ひとまず軽くでいい。わかりました、準備します。うまいな、まだまだいけそうだ。そうだ、どうです、また飲み比べでも。お前も好きだな。望むところです。
ただくとしよう。いい飲みっぷり。まだ飲めるか。いただきます。やるな。さあ、お客さんの番ですよ。いただくとしよう。お酒強いな。無理はするなよ。酔ってきたかも。まだ行けますよ。やるな。さあ、お客さんの番ですよ。酔ってきたか。いい飲みっぷり。ほら、お前の番だぜ。いただきます。もうダメ。私の負けです。うまい酒だったぜ。俺の勝ちだな。酔っ払って気分が高揚してきました。おいおい、平気か。よし、またじゃんけん勝負しましょう。負けた方が服を脱ぐ。いいですよね。よし、相手になろう。全部脱がしちゃいますよ。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄どっちじゃ。はい、よよいのよい。勝った。初回天国地獄どっちじゃ。はい。あら、脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めます初回天国地獄どっちじゃ。はい、決めます初回。よよいのよい。よっしゃ。お強いですね。恥ずかしい。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄心の目で見ろ。どっちじゃ。はい。あら、脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄集中。どっちじゃ。はい。困りました。恥ずかしい。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄心の目で見る。どっちじゃ。はい、よよいのよい。決めましょうかい。やりました。バカな。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。地獄どっちじゃ。はい、はい、こうでしょ。決めます初回。よっしゃ。あらららら ら。お客さん、解放してもらいます。恥ずかしいから部屋を暗くしてもらってもいいですか。見せるぜ。
ね。邪魔くそ。気持ちいいな。お客さん。邪魔くそ。お客さん。癒されるよ。そんなの多いな。力強い方、楽しませてくださいますよ。痛くしないで。気持ちいいな。ああ、すごくいい。お客さん、ああ、天にも昇るようです。解放、お上手なんですね。体がポカポカする。お酒のせいかしら。まだほてってしょうがないの。本気出してくれていいよ、お客さん。お客さん。よし。うふ。はっ。こんなの初めてです。まだ終わらねえ。よし。あ。気持ちいいな。そこはダメ。よし。なんか難しい。邪魔くさ。もう変なこと触らないでください。よし。すごい嬉しい。やっぱりお侍さんってすごいんですね。壊れちゃいそう。天にも昇るようですね。お客さんすごいお上手。男らしくて素敵。あまりにも心地よすぎて意識が遠のきそう。アンナまだ酔ってるみたい。もうちょっと解放してほしいな。男を見せるぜ。気持ちいいな。なんてお上手な。じゃあよし、もう全開。止まらないわ。手先が器用すぎる。じゃあもっと強くしてもいいの。気持ちいいな。こんなに硬いのに。まだ立てるぜ。邪魔くさ。もう立てない。もうおしまいですか。残念です。体調でも悪かったんですか。今日は大きに。また来てくださいね。まずは確実で大きな。